はい、皆さんこんにちは、しなたんです。今回はこの前購入品で紹介したこのマジュリカマジュルカの新作のチークを使ってお風呂メイクをしてみました。今回はもう秋ということで、秋に合うようなお風呂メイクをしてみました。ちょっとリップの色だったりアイシャドウの色だったりをちょっと工夫してみてるので、よかったら皆さん見てください。ではレッツゴー。眉毛を描いていきます。眉毛のポイントなんですけど、私いつもペンシルで眉尻とかかたどってから中をパウダーで埋めたりしてるんですけど、今回はお風呂メイクなのでちょっと柔らかくしたいなと思って、眉尻も全部パウダーで描いていきます。使うのはエルフのアイシャドウパレットのニードイットヌードの眉尻はこの色、眉全体はこの色を使っていきます。こんな感じのちょっと斜めになったような筆で描いていきます。はい、眉毛こんな感じです。そしたらアイシャドウに行きます。アイシャドウなんですけど、今回は秋のヘアメイクということで、ちょっとピンクがかったような色味を使っていきたいんですけど、薄めに仕上げていきます。使うのはこのキタナエクセルスキニーリッチシャドウ SR06 番を使っていきます。まずこの一番明るい色をまぶた全体に塗っていきます。次にこの色を二重幅まで塗っていきます。そしたらこの色を締め色としてまぶたの際に塗っていきます。アイシャドウはこんな感じです。アイライナーなんですけど、ちょっとブラックだとパキッとしすぎちゃうので、このマジュリカマジュルカのクリームペンシルアイライナー DR611 番を使っていきます。はい、そしたらビューラーをしてマスカラを塗っていきます。で、お風呂メイクのポイントなんですけど、お風呂メイクをするときはツヤ感を意識したいので、今回はメイベリンのラッシュニスタオリシャスっていうオイルのマスカラを使っていきます。これをすると結構潤んだような瞳に見えます。下まぶたにもうっすら入れていきます。アイメイクはこんな感じで終了です。次はハイライトを入れていきます。使うのはいつものキテリシェのイルミネートパウダー02番を使っていきます。はい、こんな感じで入れたら、次は一番重要なチークを入れていきます。で、チークはこの前買ったこのマジュリカマジュルカのメルティージェム73番を使っていきます。お風呂メイクをするときはとりあえず血色感をアピールしたいので、目の下に入れていきます。はい、チークはこんな感じです。そしたらこれをリップにも塗っていきます。まずこれを全体に塗ります。こんな感じです。これだけだとちょっと薄すぎるかなと思うので、このキスミーフェルムのプルーフブライトリュージュの01番を使います。こんな感じでちょっと紫がかった色味です。秋にぴったりだと思います。これを中心に塗っていきます。はい、こんな感じです。そしたら上から透明のグロスを重ねていきます。はい、こんな感じです。では髪の毛をセットしていきます。はい、こんな感じで髪の毛もセットしてきました。また髪の毛の動画については次回あげようと思うので、それをチェックしてください。今回のお風呂メイクのポイントなんですけど、まず眉毛をいつもペンシルでくっきり結構描いているんですけど、今日はブラウンのパウダーだけを使って柔らかく仕上げてみました。あとは
このいつもはなんかもうちょっと発色のいい大きいカラコンをしてるんですけど、今回は裸眼に近いようなカラコンをしてみました。カラコンもまた概要欄に載せておくのでぜひチェックしてみてください。であとポイントは、お披露メイクをするときはマット肌っていうよりもちょっとツヤのあるような素肌に近いような肌に仕上げてみました。今回ベースメイクの工程を撮ったんですけど、その動画を消してしまってちょっとアップすることができなくてすいません。あとポイントはやっぱりこのマジュリカマジュルカの新作のチークで血色感をもう存分に出していくようなチークにしたのがポイントです。あとこれチークにもチークじゃないリップにも使ったんですけど、ちょっとこれだけだと色味が足りないかなと思うので、真ん中にこれに似たような色味をちょっと足してあげるといいかなと思います。今回私はグロスも上から重ねたんですけど、全然なくても平気だと思います。お風呂メイクをするときはアイメイクは薄めで、チークやリップを主役に持ってくるといいんじゃないかなと思いました。はい、こんな感じで私の秋のお風呂メイクは以上になります。少しでも参考にしてもらえたら嬉しいなと思います。最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ではバイバーイ。